正常血液の血小板血小板無力症あるいはグランツマンの血小板無力症は血小板の機能異常によって粘膜や皮膚の出血が止まりにくくなり出血傾向をきたす疾患である。先天性血液凝固障害の一つで常染色体劣性遺伝の遺伝形式をとる。1918年グランツマンによって血小板数が正常にもかかわらず 出血傾向を生じる疾患として報告された。報告時の疾患名は、ハーエデテリヘモラジックスロンバスシーニアで直訳すると遺伝性出血性、血小板無力症である。血小板無力症は、出血時の出血に重要な役割を果たしている、血小板の機能異常によって起こる。血小板は、血管の障害が起こると露出した。 血管内非細胞のコラーゲンに反応して、粘着、凝集する。この凝集に関わる分子、GP2B、ファイアが結晶板上において欠損していることによって、結晶板が凝集できなくなる。結晶板機能の異常であるため、結晶板数は一般に正常である。GP2B、ファイアの欠損は遺伝子異常によるもので、常染色体劣性遺伝の遺伝形式をとる。 この遺伝子異常は GP2B、ファイアの両的異常と機能異常に分けられる。症状としては、幼少時より鼻や歯肉からの出血、女性においては月経出血の増加など、皮膚粘膜出血が主で、他の血液凝固障害でよく見られる関節内出血は一般には認められない。日本においては、児童福祉法に定める小児慢性特定疾病に指定されている。 凝集した結晶板正常な結晶板は他の結晶板や細胞と結合するのための受容体としてインテグリンと呼ばれる糖タンパク質を持っている。結晶板は血管の障害が起こると露出した血管内皮細胞のコラーゲンに直接あるいはボンビレブランド因子を開始反応して粘着する。粘着によって結晶板が活性化すると GP2B ファイアと呼ばれる糖タンパクが活性化し、ここにフィブリノーゲンが結合する。フィブリノーゲンは結晶板同士を接着する糊のような役割を果たしており、ここにさらに結晶板が結合することによって凝集し、血栓を形成する。結晶板が正常に機能すれば、この血栓によって出血は止めることができる。血液が凝固したとき、 血小板とフィブリンは赤血球などの他の血球成分も取り込んで固まり、血平となる。この血平が形成された後は、血小板内の収縮タンパク質によって収縮される、血平収縮と呼ばれる現象を起こす。血小板減少症では、遺伝子の異常によって、血小板表面の GP2B、ファイアが量的に減少あるいは、機能異常を起こしている。GP2B、 ファイアの欠損した結晶板では、本来は結晶板延着後に起こる変平、進展化といった形態変化は低下し、さらに結晶板凝集が起こらなくなる。タイプイアバリアント型に分類される結晶板減少症では、欠平対宿の欠如が見られることがある。GP2B、ファイアは、α2B と β3 の2つのサブユニットから構成されている。 正常状態では結晶板1個あたり約4万個が存在し、結晶板上では膜頭パク質の約20%を占める最も多いインテグリンである。これらを生成する遺伝子は α2b 遺伝子と β3 遺伝子と呼ばれ、共に17番染色体の長腕に存在し、結晶板の元となる巨核球において発現する。結晶板無力症では、 これらの遺伝子産物である α2b と β3 のサブユニットは両方とも顕著に減少している。これは GP2b、ファイアが巨格球において生成されるときに、まず α2b の元となる線具体、プロ α2b と β3 が複合体を形成し、その後にゴルジ体に移行してプロ α2b が切断を受け、さらに複合体が 等差就職を受けることによって完成し、ここで初めて膜表面へと発現するからである。つまり、アルファ2 b 遺伝子とベータ3遺伝子のどちらか、一方のみが異常である場合でも、両方が揃わないと、膜表面には発現しないため、両方が欠損することになる。インテグリンの構造を主に GP2b、ファイアの量的異常と、機能異常に分類することができる。 それぞれの頻度は、タイプイ、e、が78%、タイペが14%、バリアント型が8%とされている。遺伝子変異の種類として、タイプイ、e、はナンセンス突然変異やフレームシフト突然変異などが生じることによって、電令 RNA が喪失したり、メッセンジャー RNA スプライシングの異常によって生じる。タイペはミスセンス突然変異によって生じる。 前述のように変異する遺伝子は α2b 遺伝子あるいは β3 遺伝子であり、片方のみの異常でも結晶板膜上に複合体は発現しない。タイプイ、e、とタイペの変異の結果としては α2b または β3 のいずれかのメッセンジャー RNA 生成の異常 α2b または β3 の複合体形成部位の異常による複合体形成不全。 アルファ 2B、ベータ3、または、プロアルファ 2B とベータ3複合体の細胞内、輸送障害の3種類が考えられる。タイプイ、e、では、血平退縮が欠如し、血小板内フィブリノーゲンが減少しているが、タイペでは、血晶退縮や血小板フィブリノーゲン量はほぼ、正常に近い。ただし、減損する GP2B、ファイア量と、 臨床症状との相関関係は明らかになっていない。常染色体劣性遺伝の例血小板減少症は、常染色体劣性遺伝の遺伝形式を取るため、両親が患者ではなく異常遺伝子の保因者である場合、少なくとも正常に比べ50%に減少している。保因者には出血傾向は認められないため、正常な血小板機能の発現には50%の GP2B、 ファイア量で足りると考えられている。したがって、50%の GP2B、ファイア量があるにもかかわらず、結晶板無力症の症状が出る場合、GP2B、ファイアの機能以上であると考えられる。このタイプをバリアント型と呼ぶ。バリアント型では、GP2B、ファイアは結晶板膜上に発現している。機能以上の種類によって、結晶板ナイフィブリの原量を、 血平退縮、出血傾向の程度はまちまちである。昨日以上には、結合部位の障害、α 2ー β 3の活性化の障害などが報告されている。日本では、1986年の調査で222例が報告されている。その後、結晶板無力症に対する理解が深まると、診断が容易になり多くの施設で経験されるようになったため、 正確な頻度は得られにくくなっているとされる。ただし、稀な疾患であることには変わりないと考えられている。日本においては、児童福祉法に定める、小に慢性特定疾病に指定されており、一定の条件を満たすと治療において公費による助成が行われる。遺伝形式が常染色体劣性遺伝であるため、血族結婚が認められる家系も多い。 民族内の血族血痕が多発するイスラエルにおける患者遺伝子解析では、イラク系ユダヤ人の系統ではベータ3遺伝子の変異が、アラブ系ユダヤ人の系統ではアルファ 2B 遺伝子の変異が存在することが示唆されている。症状の多くは生後から出現する。微粘膜や高校粘膜などの皮膚表層の出血が主体となっており、 花や歯肉からの出血、死斑が生じ、時に消化管からの出血や血尿が生じる。打撲などの外傷により、頭蓋内出血など重篤な出血を生じることもある。所長開始以降の女性では、月経型などの頻度も高くなる。また、抜歯など、医療処置の際、止血困難で診断されることもある。一方、他の血液凝固障害でよく認められる。 関節内出血や筋肉内出血などの深部出血はほとんど見られない。血小板数、血小板形態には異常がない。血小板による一時出血を調べる。出血時間検査では出血時間の延長が見られる。血平収縮検査ではタイプ位、e、とバリアント型の一部では血平収縮能の低下が見られ、タイペとバリアント型の一部では正常となる。 血小板機能検査では、アデノシン二ン酸、コラーゲン、アドレナリン、トロンビンなどの血小板凝集を引き起こす物質に対する凝集が欠如する。ただし、抗生物質で血小板凝集作用を持つリストセチンでは凝集する。その他特殊な検査法として、フローサイトメトリーによる検査法や遺伝子の変異を直接調べる遺伝子検査などがある。病理検査においては、 指先死で採取した末小血と末標本において凝集せず断罪する血小板が特徴的である。診断においては凝固系及び凝固因子の検査には異常を認めないことなどが特徴的となる。区別しなければいけない似た疾患としてボンビレブランド病やムフィブリ脳原血症などがある。また、後天性のものとして似た症状が起こるものには 高血小板療法や GP2B、ファイアに対する自己抗体の賛成などがある。血小板製剤出血や出血予防のための対象療法が基本で、血小板製剤による血小板輸血が最も効果的である。特に止血困難になった時や外科的処置の際には血小板輸血を行う。また、微出血や高校内出血などの粘膜出血には、 血栓の分解を抑える、高プラス民剤が有効である。根治療法としては、骨髄移植によって治癒することが可能である。しかし、治療以前に患者本人が出血の危険性を理解し、出血に結びつくことを避ける日常生活を過ごすことが大切である。重要臓器からの出血がない限り、予後は良好である。日本における調査では、出血による 死亡率は1976年には6.8%であったが1991年には4.9%となっており、これは血小板輸血による止血管理が向上したことが原因と考えられている。ありがとうございます。